オセオルテガイガセットの著書である。本書で、オルテガは、大衆人の起源をたどり、社会における大衆の権力と行動へと向けた、木工を記述する途中で、自分の気質を分析している。オルテガは、大衆とそれを構成する、大衆人の両方に対して、本書を通して、極めて批判的で、高貴な生と、過当な生を対比し、彼が大衆人の中に見出した。 野蛮性と原始性を非難している。しかし、英語圏では通例そのように誤解されてきたが、彼は特定の社会階級、すなわち、一般に大衆として考えられる、多数の労働社階級を指して批判しているのではない。むしろ、近代化に伴い新たに、エリート層として対等し始めた、専門家層、特に、科学者に対し、近代の原始人、 近代の野蛮人と激しい批判を加えている。これは彼がエリートと非エリートの区別をその社会関係ではなく内面的、精神的な態度に求めていたことに関係がある。著者は初出版の2年後に出版された英語訳を公認し、この英語版には翻訳者が匿名のままにしてほしいと要請したと記してあるが、より最近の版は、 本書のアメリカでの著作権が、テレサ・キャリーなる人物によって1960年に延長されたと記載してもいて、そして US コピーライトオフィスの1960年1月における、アメリカの著作権の延長についての出版リストは、JR キャリーという名前のまま翻訳者を記している。ありがとうございます。